音川は愛知県岡崎市を流れる河川。一級水系矢半川最大の支流である。菅尾川、太平川の別称がある。愛知県岡崎市東部の新城市との境に位置する友江山近くに橋、西に流れる。岡崎市千原沢町で本流である男川を合流した後、岡崎市天白町で矢半川に合流する。 合流地点付近には JR 東海道本線が走っている。岡崎公園近くの河川敷では毎年4月に家康行列の戦国模擬合戦が行われる。また毎年8月初旬に花火大会が開催されている。1970年10月24日、岡崎都市美化協会が中心となり、秋代協場流の左岸で小学校児童らにより、 鯉4000匹が放流された。放流した鯉の追跡調査をするとともに、鯉を死なせないでという単元を排水の著しい沿岸の工場に対し行った。鯉の愛称は公募により、ミカちゃんと名付けられ、お塚カでは長い間ミカちゃんの放流が続けられた。1987年3月、トのバと潜水橋との間に、お塚カワ噴水が作られた。 竜三岡海館付近の河津桜岡崎市流、三岡海館裏手から竹橋にかけての堤防は、3月に、なると河津桜でピンク色に染まる。1998年春に、高田町のゴルフ場に咲く河津桜に感激した、岡崎市の市民が、大塚は堤防に植えることを考え、愛知県と市に交渉。植樹の許可は3年弱後に下り、2001年1月、85人の、 市民が一人2万円を出し合い、800メートルにわたり一本ずつ苗木を植えた。本数は計86本。この河津桜は徳川家の家門にちなみ、青い桜と名付けられ、現在多くの客で賑わう。都市計画道路岡崎環状線の新しい橋が架かる予定の場所。右岸で下水道雨水管の新設工事が行われている。岡崎市では現在、 明大寺町矢座大入りの主要地方道岡崎、刈谷線を起点に北進し、オ塚川を越えて国道一号と接続し、市内の中心部付近と市街地外縁を結ぶ全長約十五点九キロの都市計画道路、岡崎環状線の整備事業が行われている。岡崎環状線は全体の約九十パーセントにあたる十四点二キロメートルがすでに開通しており、 未整備区間については、都市計画道路岡崎一式線から、朝日町三丁目交差点までの440メートルの整備が優先的に進められている。大塚川に架か,かる新しい橋は、明大寺町矢座河原のと、朝日町三丁目交差点との間に建てられることとなる。2015年12月26日、戸の橋下流において、 岡崎市の徳川家康没後400年記念事業、太平の祈りプロジェクトが開催された。お塚は水面に青色発光ダイオードを入れた、プラスチックボール3万個を浮かべる、このイベントに愛知県内外から2万人が見物に訪れた。2018年11月24日、岡崎グルメフェスティバルと連動して4回目となる太平の祈りが開催された。岡崎市は現在、 明大寺本町一丁目の太陽の城跡地と旧岡崎市教育文化館の敷地を利用してコンベンション施設などを建設する計画を進めている。それに付随して市は2019年6月19日、戸の橋と名鉄橋梁の間の大塚川砂岩河川敷の利活用を目的とする大塚川河川緑地管理運営事業の実施方針を発表した。 指定管理者制度を活用した事業として実施。2021年4月1日、ホーム X スノーピークビジネスソリューションズ共同企業体が指定管理者に指定された。ありがとうございます。